あれ俺ビッいやあれですよ、持つべきものは相方ですよ。あれ次俺か。いやー、もうこれ栗原さんの有名人オーラとね、あとね、ガイアうるせんだよこれあのね、ガイアがうるさいんじゃないの、お前がダメなの。いやでもガイアうるさいよでも俺もさっき1回戦やってる時に、あ、さすがプロって、アルマゲスクールのプロとか言われるのおめえだよで、B 兄弟がまあやってるのかなこれもうね、アルカナハートっていうゲームだったね、今ほんとアルカナハートだった。 B 兄弟の方、次の試合が一つシードがあるんで、多分もうすでに1回戦終わった人たちだと思うんで、おいでください。 A の1回戦最終試合、 IKF IKF ネイチンストラッパー対、島流しケイちゃん。かっこいいとこ見せてあげる、素敵なひとときを過ごしましょう。さあこれケイちゃん、クラリーチェ、あこれクラリーチェ同キャラチーム、クラリーチェ、クラリーチェ向こうもクラリーチェクラリーチェ3人集まって、シゲタイの方の呼び出しします。ヤナギンさん、ブチノートさん、LCD さん、キャバクラ番長さん、なんとかやっつけてほしいところですね。アカネ使いの意地を、3人クラリーチェなんで見せつけてほしいところです。さあ EF からしっかりコンボをつなげて、さあ取っていく、イエイイエイ。さあ立ち EF からジャンピーカウンター、なんと引っかかる、ジャンイ、おいおい、しかしゲージがない。総裁カウンターヒット、これは痛い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 、えいえい、あっ、あーっと、やられてしまった、ケイちゃん。はい、では B 兄弟の方始めちゃってください。それじゃあ大将戦やっていただきましょう。クラリーチェ対クラリーチェクラリーチェ3人で多分全部集まった5人さあ土クラリーチェ対風クラリーチェ、あれあら、アイケルさんなんか岩倉リーチェ極めたとかなんとか言ってなかったっけ。岩倉さん、岩倉さんの岩倉リーチェが見たかったんだけどな。さあここは EF から 4C 部分、クラリーチェ同キャラ戦、飛び回るクラリーチェ、硬いクラリーチェと柔らかいクラリーチェ、しかし速いぞ、山の不動と風の周囲、あ、ヒューイ弱いなごめんごめん、言ってから思った、キャラが弱いヒューイはなんと5射精は、不動と、雲の仲裁以外は人権がないのでダメだった今のは。さあ引っ掛けて、さあ減った、山の不動さすがコンボが重い、うわー、しかし風のヒューイ早い、さすが、なんかラオウが腕を振るだけで消し飛ぶだけはある、受け身狩りミスる、あーやらかした、補正切り、ソニックパナしちゃった、ブレーカー出ちゃった、おいしい、イエイイエイ、やらかしてるちょっと
おいおいおい山の不動あんたは遅いんだから追いつかないのさあ 4C で締める。このコンボテク。おお生ユーフ、いやいや、パワーあふれるプレイング。さあ少し引っ掛けてホーミング、 4C で締めていく。さあ置き攻めはマエステで、あーコパンこすった、バーストボレた、 4C こすった、スパン出した。おこれおさあ爪が刺さって勝ったのは風のヒューイIKF ですね。はい、では A 兄弟の方、続いての試合は大道寺プロアンク対ちくわぶベトナゴさんですね。ゲームオーバー。さあプロアオールを、あれあ、はいはい、次呼び出しますよ。三坂さん、ゲロカスさん、姫さんと、あ、さっき呼び方聞いたんだけど、なんだっけ、お京子だったね。ジャカルさん。あと C 兄弟が沼蘭よろしくランドさんとナイフさん、トキミトさんと新婚イフェン無双さん。はい、2回戦、大道寺プロアンクチーム対ちくわぶさんベトナム語、あ、違う、ベトナム語チーム。いざ参い、チャルラフル条件開始。出現をしてしまいました。エーテルリー契約制度、1個目、1試合目出てくるのは、アンクさんのチャルラフルドと、ワブ様のカムイ。選ぶのは木と花。バンバイエンジェル、ファイト。アンクさん誰か、カムシマさんか。開幕、甘えたウルマはカウンターに刺してって落とす。アルピ4割、ゲロカスさん、ゲロカスさん固めて、あーガードを取ってしまう。ガードを引いたいダメージは結びつかないが、さあワンチャンつかんだか、ガキは暴れが通って、あもう握らせない。下は、ゲロガスさん、ゲロガスさん、こっちこっち。なんで幅木落ちくるな。 AT フィールド春が死んで倒される。残る紙白猿、ゲロは拾えないか。決まりほど奪っていくのは猿側。スカイちゃんは上がけずれ、髪色しっかり4切り避けて、今日は髪色さん立ち回りがうまいぞ。再び固めて、呼び出しますよ。沼蘭よろしくランドさん、ナイフさん、トキミトさん、新婚姫美蔵さん。沼蘭よろしくランドさん、ナイフさん、これはちょっと仕事したんじゃないですか。
はい、じゃあそれぞれ新兄弟も座ったら始めちゃってください。さあ2本目、2試合目か。出てくるのは応援キラと誰、バトナゴ、あ、違う、ベトナゴさんのリリカですね。選ぶアルカナは鋼たい、私のものだ。花だった。アルカナよ、つべこべ言わずにその力を私によこせ。ベトナゴさん頑張れ、超頑張れ。開幕、痛い反角だったが、大山さんそれを見逃していく。あまり準備をしない、入ったからミスる。さあ体力リードしていくのはエリカ側、呼び出します。ペソさん、クレハさん、 IKF さん、ネイジンストラッパーさん、プーチンを置いていくスタイル。ガッキャン投げ、ちょっとこれは飛び込んでおきたかった。えらいホーミングテイクで EF コン、ミスるがフォローは完璧。なんか A ドラ、さあ読み合い、思ってしっかりガード、あいたた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 、投げかなんか入れてたのかもしれないけど4勝が勝ってしまう。はい、サイフルされた補正切り、確定 B ドラ、B マンカー、ダメ足、はい、ハメ初見殺し。プロはハメるんじゃよ、決定じゃよ。いや、このベトナゴさんね、あの初心者さんね、通ってるんだけどね、これほんとこれしょがりってやつ今の良くないでしょ。ゲームオーバー。あ、なんか応援さん今日機嫌いいですね。さあ次、クレハペソ対 IKF ネイチンストラッパー。いつもだとね、なんか大体この辺でね、あのこのゲームクソゲーだよっていうような感じなんだよね。いいねいいね。そろそろね、応援さんにも指揮しようね。いつもね、立ってもらってるからね。うん、あ、いいよ、大丈夫大丈夫。まあ実力ね。主催まで一度優勝したことあるから。さあ、これこの試合、注目の試合、頼む頼む。あ、ね、あの割と接戦だからね。いや、まあ、あくまで、まあ、僕は中立の立場なんで。ベトさんが勝つか勝たないかでね、応援さんの苦しみがね、間違いになるから。さあ、ミライイッチ、イキファン、対するはクレハエルサだが、これ早速タイムが半分、お互い風。さあこの組み合わせはクラリーチが非常に苦しいと言われてますが、何しろ相手はあのイッキファン。一気に体力奪っちゃまったぞ。しゃがい当てて、さあラウンド取っていく、イッキファン、クラリーチ引っ掛けから、押し締めて置き攻め、そこに、わー、少し1個がバスを使っていく、カウンターヒット、コンボミス。わー、グランフィア赤い、ソニックだ、うますぎる、うますぎるでしょって。あと1個、いいよ、あと100、ゲームオーバー。さあ大将戦です、どうなることやら。
どうなることやら。ネジストラッパーカネ対エソシャル。あ、はい、ちょっと進行の都合でちょっと試合の順番を変えます。鈴木さん、コバルトさん、コミカル生命さん、なんて呼ぶのこれ。さあ、まずワンタッチはペソシャルラッハ、お手に取っていく。ジャンビー、これは食らってしまう。やめには出ない。当てみ取ってく。バースト使わせていく。引き寄せられて受け身狩りは食らわない。おい、わっと、ここはまずひとちゃん、いいペソシャルラッハがラウンド取っていく。あれ、足払いが取れない、取れないか。一歩もミスらない。ジャンエが速い。ジャンエ落としてヤエベに出す。しっかりコンボ持ってって、ダメ足当てみ取ってく。おわっ、じゃあ B 筐体座ったら始めちゃってください。さあ、これは死んじゃう。これあるべ、これ。え、あるべ、これ。さあ、ワンタッチ EF が回復する前にできるだけたくさんダメージを与えたい。アカネ側回復、総裁立ち、ここはバースト使わせる。立ち火引っ掛け、取り掛け落としてしまうが、これあと1回触ったら終わるんじゃないか。立ち火から、さあどうなる、引っ掛かったが、ダメ。ここでバースト読んでる。ジャニー、やいべにね、お茶濁して、あー、ハッピーバー、怒って、まさかのカウンター。これ決定、勝ち上がったのは IKF ネイチンストラッパー。え、いや俺平成やし落ち着いてるしわし。ちょっとなんかドキドキしたから飲み物買ってきていい？いいですよ。ちょっとね、あのプロがあまりの緊張に飲み物を買い出しに行ったらね。じゃあ次が、C 兄弟が、あー負けちゃったか、ペソさん。ちょっと一旦 B 兄弟が終わるまで C 兄弟の方は開けといてください。はい、あ、はい、じゃあ、高田さん、ボタン、ボタンさん、俺も見たよ。じゃあちょっと応援さんが戻ってきたので影響隊の方を、とりあえず呼び出しだけするね。あ、じゃあちょっと先に B ブロックの決勝を影響隊でちょっとやっちゃいますんで、
柳さん、ブチさん、で、あと姫さんと、あとジャッカルさん。姫さん、ジャッカルさん。姫さん、ジャッカルさん。ジャッカルさん。姫さんとジャッカルさん。じゃあ、あと、ブチさんと柳さん。トイレがどっか行ってる？大丈夫？ですね、あとは残すところブロック決勝と、決勝リーグだけになったので、ここからは全部営業隊のみで進行していきます。持ってるナム。はい、じゃあ影響体の方に、まず B ブロックの決勝からやってっちゃいます。姫さん、ジャッカルさんペアと、ブチさんと、誰だっけ、柳井さん、あ、今来たんで、あの席決めちゃってる。うん、じゃあもう、で、今 B 兄弟でやってたのどっち勝った？あの、B 兄弟と C 兄弟設定、 B 兄弟と C 兄弟の設定戻しちゃってください。あの、全部 A 兄弟だけでやるんだよ。さあ、 B ブロック決勝戦、一ピーが出てくるのはブチヨリコ、二ピーが出てくるのはジャッカルリーゼ。その契約スタンバイエンジェル、はい、完全に取り組む。もう待てよ、リーザマスキー、やったリーザマスキー。さあ、この組み合わせ、ブチジャッカルはもうライノでいつもカウンター、おいしい。さあ、ヒョウリー、これはしっかりガードを仕掛けて C 一つ漏らした。ここは見逃さない。中段が見えない、赤い。さあ、ごめんなさい、ここは加工波中段崩して、安全タリズマン。しっかりしてる、見てる、よく見てる。あと回収ができない、ここは生き返らせる。バーストで状況を戻す。しっかりしてる、バースト読んで、ガーキャン読んでる。この男うますぎる、すべて読めている。うん、今も手のひらだったね、マジ。転がされてた今。ゲームオーバー。ねえ、もう今すべてが、今全部が噛み合ったじゃなくて、もう今のは、あ、そういえば、あの、ちょっと生放送の方で、あの、音声出てますかね、これ。ファーストのところからガーキャンのところまで。あの、実況とか一応聞こえてたら、ちょろっとでいいんで、ちょっとコメントしてくれると助かります。さあ、向こうも、リーゼ。あ、ていうか、ブチジャッカルって分かってるってことは、多分、こちらは、マオリってことなんですかね。さあ、人形殺していく。オーカースカルが、その後が入らない。人形が死んでしまった。叩き落として
人形が回収できない。お姉ちゃんあーコマがまだあった。カウンターヒット、これは拾えない。お姉ちゃん、こちらもお姉ちゃん。お姉ちゃん番付相打ち。投げ捨てる、カウンター打ち上げて EF コンボ。さあお姉様まで巻き込むこの試合。ワンコンボ、わーっと人形、あっとコマ引っかかって、わーっと、おっとカウンターからつないで、さあ姫ジャッカル勝っていく。うん、姫ジャッカル勝ち。これで全部決まり？